はいどうもブラックパンダです。今回はこちらです。以前この燃えたゾタックの1060を修理した時にこいつをねこいつのチップ周りを見て参考にしたやつなんですけど、こいつもね燃えるんですよね。実は一旦動作確認はしたんですけど、ものすごい煙が出てもう部屋がえらいことになりました。これねハードオフで、動作未確認品で買ったのかな、値段を忘れましたけど GTX760 の2ギガですね。はい、ということで燃えてることはね確認済みなので、とりあえず中開けてね見ていきたいと思います。よし、うわもうヒートシンクもねえらいことになってますね、ここね。燃えたのはここですね。いやーこれは大丈夫かな。ちなみに今回も完全に直すというよりかは動作するようになるまでを目標にねやっていきたいと思ってます。ちょっと燃えてたねMOSFET のパッケージめくってみたんですけども、中が炭化してますね。ここもひでえな。まあこのコアがね死んでなかったらここのショート解消すればワンチャン動くかなと思ってるんですけどね。どうかな、結構これも深いな。またじゃあちょっとねルーターの方で削っていきたいと思います。うわー結構中までいってんなこれも。結構いってますね。この周りのMOSFETもダメージいってるのかな。なかなかやな。今めくったらこの下も結構いってますね。うわすごい匂いすんな。よしこれで、まだまだダメっすね。よしじゃあまたどんどん削っていきます。
まだか。こいつもあかんのかな。よし、取れた。あー、こいつもあかんのか。よし、またね、結構削ってですね、まあ、こんな状態ですね。結構深くまで行ってたんで、かなり広範囲をね、もうクレーターみたいに削りました。で、まあ、この辺の IC 部品はとりあえず取っ払ったんで、これでね、ショートが収まってるかテスターで確認してみたいと思います。グランド、7.4 オームか。これローサイドかな。ゲート抵抗は大丈夫そうですね。こっちも見とこうか。こっちの下のフェーズ、焼けてない方と同じぐらいの抵抗値まで回復というか、まあ抵抗値上がったので、これで一回動作確認してみましょうか。まあ火出そうやな、またとりあえずやってみます。そしたらね、まあちょっと怖いですけど、動作確認してみたいと思います。あー怖いな、くすい。ちょっとすぐ消せるようにね、体勢を整えておきます。よし、じゃあ行きます。スイッチオン。お、動いた。火花出ない。でポストが、VGA。 あ、信号来てますね。ここが緑色になったので信号は来てる。あ、画面映った。マジかよ。しゃ、はい、ということで無事 OS も起動して、今 GPUZ で確認してるんですけれども、NVIDIA GTX760 で、まあ、2ギガモデルだったらね、2ギガでちゃんと認識されてますね。まあ、今回はね、もう映るように、画面が映るようになるのを目標にやってたので、まあ、ベンチマークとか特にねしないですけれども、まあこういう感じでね、ファンも回って元気に動いてます。はい、ということで今回も、無事ね、この燃えたグラボ画面が映るようになりました。まあかなり削ったんですけどね、 CPU の電源周りは、まあ、何フェーズかあるんで、まあ1つか2つぐらいねダメになったとしても、ちゃんとショートを解消すれば動くっていうことが分かりました。ただ今回ねコアが生きてたので、まあそれはねラッキーだったと思います。今ですね、こちら1個2個燃えたグラボをね修理したんですけど、あと2つあるんですよね。1つがこいつですね、 780Ti。 こいつも中開けてね見たことあるんですけど、結構派手にいってますね。まあただ内容としてはこいつと同じかなっていう感じですね。はい、なのでワンチャンコアが生きてればショートだけ解消すれば動くかもしれません。でもう一つがこいつですね、まあんまりなんか見たことないメーカーなんですけど、 GTX1070Ti だそうです。ぶっちゃけこいつまだ動作確認してないんですけど、なんとなくねこのバックパネルを外したらちょっと焼けたところがあったんですよね。広範囲ではないですけど、基板に結構こう深くいってるような感じだったんですよね。なのでね、あと残り2つ、こいつとこいつですね、
は気が向いたらやっていこうと思います、気になる方はねチャンネル登録してお待ちしていただければ順次ねやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。